こんにちは石崎です本日はですね若手が充実している球団についてお話ししたいなと思いますファームを見ていてワクワクする選手が多いなだとか1軍で活躍している若手の多さも含めて、まあ、この各球団の充実度というところを格付けしていきたいなと思いますもちろん若さが絶対ではないですし逆にファームが強いからといって育成が進んでいるかとは言い切れない部分があります ただ、期待の若手が多いほどファンはポジレますし、若手が多ければ強さが長く続いたり、今の一軍選手の後継者も固まりやすい、まあそんな可能性も高まっていきます。その中で若手豊富なチームについてお話ししたいなと思います。 もちろん東郷選手や村上選手など若手からすでにチームの柱となっている選手もいます、まあ、ただあくまでも今回は人数等を重視し、まあ、特に野手になってくるとそういう柱の存在ってかなりレアになってくるので、えー、1軍の評価が上がるかなと思いますが、まあくまで2軍や投手、えー、に関しては結構多くの選手が1軍で投げていることもあるので、まあ、そういうところに関しては人数等も考えていきたいなと思いますまずはオリックス 2020年先発防御率は3.92でリーグ2位、Q、s 率43.3%でリーグ4位。 山本由伸選手の存在は大変大きいわけですが2020年は山岡選手の離脱が大変痛かったその中でもこれまで怪我に苦しんできた田島選手が多く投げられたり山崎選手らがローテーションを回してくれました田島選手に勝ち星がつかない時期もあったりやや失速で防御率こそ悪化もこれまでのシーズンより良くなってきたかなという印象もありますそして山岡選手も終盤にかけて好投、まあ、当初やや失点もあった山本由伸選手が離脱もありながら素晴らしい成績、まあ、やはりローテーション ンテーショ三人がとにかく若く2020年こそ不審ではあったのですが2019年に良さを見せた榊原選手も22歳竹安選手らも25歳以下ではないんですが若い選手2020年は順位が決定的だったことさらに中島監督代行が就任してから漆原選手を初登板でセーブシチュエーションなど挑戦的にも見える若手系統若手の中継起用を本当にテスト的に行ってきて吉田亮選手や富山選手といった有望株を一軍で起用することができたこと 必ず1軍の先発で3本柱をこの若さで形成できているということもありますし、まあ、もう一人のローテ候補、木原選手がいて、えー、中継ぎでも富山選手、吉田亮選手という、まあ、本当にこれから担ってくれるような選手たちが一軍で光を見せることができたので彼らを含めて評価をエスとしたいなと思います。そして何よりファームが非常に若い2020年 多く投げたのが本田選手、宮城選手、そして富山選手、漆原選手、鈴木選手、木原選手らもちろんその他のメンバーも投げたのですが、前選手、そして中田優人選手も高卒ルーキーながら一時期は抑えとしても起用されました2020年は怪我の影響か19年2軍で最多イニングを投げた育成の東選手があまり投げられなかったこともありましたが多くの若手が投げられかつ防御率3.32でリーグ3位 投手有利の球場ではありますが、かなり若手が育っているなという印象があります。まあ、もちろん宮城選手というトッププロスペクト。高卒1年目として2軍で13試合で59.2回、6勝2敗、防御率2.72、49三振と三振を奪い、ウエスタン最多勝。高卒ルーキーの前選手も全体のスケールアップは期待も三振を多く奪っており、19年、ウエスタン聖望ーの漆原選手。 怪我から復帰の山崎選選手手などワクワククする選手が非常に多いんですまあ一軍戦力が厳しいんですがアンの投手がこれだけ若手でいる球団もそうないなと思いますし、まあ、未来のエース候補ローテ候補と言われる選手たちがまあかなり多くいますので、まあ、この選手たちが必ずしも全員一軍でローテーションの一角になれるかと言われるとまだまだ分かりませんが、まあ、現段階では希望を持っていいんじゃないかなと思っていますそして日本ハム、まあ、正直かなり厳しいかなと思います 2020年若手で一軍で多く投げられたのがセットアップに近い存在の堀選手とルーキーの河野選手そして2年目の福田選手の3人もちろん石川直哉選手の手術や少し上の西村選手や井口選手さらに玉井選手らがチームを支えてくれていたわけですが現状は寂しいなと思いますパ・リーグ中継防御率3.93でリーグ4位、まあ、19年のショートスターター頻発の中で堀選手の起用というのは本当に固まらず、まあ、彼も起用が悩ましい選手でもあるんですが、まあ、そろそろ立場も決めていきたいところ川野 北浦選手も先発したのですが課題も見え三振を奪うことはできましたが中間級ゾーン内での勝負球に課題があるかなという印象がありますファームで北浦選手、立野選手、望月選手吉田光成選手らが多く投げ今までは防御率4点台でも良い方だった鎌ヶ谷の中で北浦選手は11試合で62回4勝2敗防御率1.74吉田光成選手は12試合で59.2回3勝3敗60三振防御率2.56と大変順調もちろん北浦選手は変化球を 課題も多く吉田光成選手に関しては心配する声もあるんですがもう正直めちゃくちゃ順調なんですよね変化球課題も投げるたびに成長しているように見えて引き出しもどんどん増えてきてます2021年は一軍の可能性もありますし餅月選手は立の選手2020年指名の大卒選手も課題はあれど多く鎌ヶ谷で投げることができました もちろん彼らも2021年に一軍に入りたい選手たちで期待もありますが、まあ、かつてよりは鎌倉も改善気味ただ全球団で考えると一軍二軍ともにかなり寂しいとも言えるかなと思いますそして楽天正直寂しさがある一軍です年齢的には若手に入りますが松井選手はもはや言うまでもない柱の一人もう彼は絶対的存在ですが2020年多く一軍だった若手投手は鶴崎選手と安楽選手のみ もちろん2020年、ビハインド等で貢献した安楽選手の成長は大きく、一時期は失点もなかった鶴崎選手も2021年以降を期待ですが、藤原選手が一軍となれていなかったり、一軍で投げる試合もあった石橋選手も29歳、湯気選手も26歳で、若手とは言いづらい部分もあります。 則本選手、岸選手、和久井選手と協力ローテーションに田中選手が帰ってきますが肝心のその下の世代が少なくなかなか若返りができていない現状鎌田選手や森雄大選手ら上位指名の選手たちが苦しかったり安楽選手や藤原選手らが一軍で先発として多く投げられているというわけではなく、まあ、近藤選手に関してはリリースとなりましたトッププロスペクトの藤原選手も近年はスピードに苦しんだり2020年も一軍で危険球19年に良さを見せた部分で2020年に期待をしたかったのですがなかなか苦しかった 現状が続いていてます。巨人のナンバーワンプロスペクトの高田選手は移籍当初苦しいピッチングも続いていましたが後半は安定して試合を作りました、まあ、本当に期待も大きいですし今の楽天のトッププロスペクトと言えるんじゃないかなと思いますワインエンチンは2軍で多くイニングを投げながらスピード感の課題低めにボールを集める持ち味を出していましたが、まあ、今後もっともっと時間をかけて育てていくかなと思いますワインエンチン渡辺選手西口選手藤平選手鈴木そら選手らが30イニング以上こなしたのですが2軍の数字で目立っていたのは 田中選手、鎌田選手、鈴木選手といったところで若手と言える選手が多いわけではありません。フェニックスで鈴木選手にさらに期待となったり、小峰選手が実践そして清宮選手や佐藤選手らに期待をしているのですが、まだイニングをこなした若手が多いわけではなく、清宮選手も手術が発表、期待した選手もまた怪我してしまうなど、本当に苦しいなと思っております。そしてセーブ。 もちろん何度か述べている通り、西部の投手課題というのは顕著近年は苦しすぎる投手事情、流出などもあって、高卒ドラフト1位など、若手選手を多く1軍で起用しました。その影響もあってか、高橋光成ーー選手は怪我をしてしまったり、今井選手も19年以降、苦しくなっても1軍で起用し続け、フォームが固まらない日々が続きます。結果、ローテーションの柱となれていればいいんですが、今井選手はそうは言っていません。 ただ、平選手のブレイクや、1年目だった浜谷選手、宮川選手が1軍でも投げられたことで、人数的には多く1軍の若手選手が経験することができています。高橋コナー選手、松本選手、今井選手、宮川選手が1位指名。彼らが戦力にはなっているんですが、先発防御率は4.87でリーグワースト。もちろん、セーブで戦力になっているという意味で評価は高く、平選手、高橋コナー選手はセーブにとって柱で、ローテ、リリフトをいるものの、その結果の数字で考えると、正直寂しいです。 ゲイ戦力である程度ローテ、まあ、プラス、そのドラフト1位で示した選手たちなら、じっくり気味に育成できたと思いますし、もっともっと高い評価になると思いますが、キス選手、野上選手、牧田選手、サファテ、枠井選手、菊池選手ら、一軍の主力投手たちが、まあ、遺跡が多く、焼け野原気味になっていた近年。まあ、その影響や心配もあって、三軍制で渡辺選手や井上選手ら、高卒選手はしっかり体作りから始めることができました。 高橋光成選手や今井選手らのように、早い段階の怪我からフォーム固めなどで苦しむ期間で、帰って回り道になることが多かったんですよね。そのため2軍で登板がなかったとしても、しっかりと体作りをさせて、渡辺選手、井上選手、井出井選手らは、ファーム、フェニックスで持ち味を出すことができています。しかし、青松選手に関してはスピード感、斉藤選手がやはり左に対して、請球や決め球も課題、伊藤翔選手も変化の大きな球はあれど、ゾーン内に対しては課題、与座選手も決め球に苦しみ、まだまだ一軍戦力とは言いづらい ところもちろん浜谷選手も全体の強度を上げたいところですし2021年も少し2軍で経験しながら1軍という形になるかなと思いますただこれまでに比べればかなり充実していきましたイースタン防御率は4.38で唯一の4点台で7位1軍だけでなく2軍も三勝を奪えていないチーム状態ではありますが、まあ、少しずつは希望は見えてきたかなと思います、まあ、全球団基準で考えるともちろん苦しいです西武の中で有望株と言える選手は他球団基準で考えると有望株とは言いづらい部分があります2軍で1 5 0キロを超える投手は基本松岡選手 と中塚選手だけで政権に大きな課題を残しています。そのような状況だからこそ今井選手は一軍となるので、まあ、なんとか戦力れをして自軍の負担になるような選手たちをもっともっと補強していきたいんですが、まあ、そういうところがうまくいっていないから今かなり苦しいのかなと思っています。そしてロッテ 2020年の先発防御率は4.07も、救出率51.7%でリーグトップ。もちろん、三馬選手、石川選手の存在が大変大きかったわけですが、ファーム調整後の2木選手、開幕当初の種市選手、岩下選手や、最後まで投げきった小島選手、なんとかローテーションを支えた岩下選手らの存在が大きいんです。そしてリリーフ運用でも勝ちパターンを使わずに済ませたい試合で、人的表彰の小野選手が1軍で高い出力を出してくれました。東選手が1年目の夏頃にセットアップ的にも結果を残していたのですが、2020年は苦しいと もう目立ってししままいましたただ先発投手の多くをこの若手と石川選手、美馬選手というベテランの構成。欲を言えばもう一人先発外国人選手が欲しいなと思っていますが若手投手は充実しているかなと思いますしバランスも整っているかなと思います。一方、ファームでは多くの投手が1軍で投げられたからこそ数は少ない。また原選手や成田選手らが苦しんでいたり佐々木選手も体作りで登板がなかったり土肥選手も登板がありません。その中で古谷選手、本前選手の2人に期待はあり2020年1軍の可能性 も秘めているかなと思いますもちろん1軍が充実しているからこそ2軍は少なめ低めになってはいますがこれは必ずしもマイナスではないのかなと思っていますまあおそらく2021年はファンの方に佐々木朗希選手も入ってくるので楽しみですそしてソフトバンクまあ、規格外と言えるんじゃないかなと思います、まあ、正直今回 S を一番上にしてるんですけど SS とどっちもつけたいレベルです2020年先発防御率は3.11中継ぎ防御率2.60でどちらもトップ シーズン当初こそ怪我人に苦しんだものの、千賀選手、東浜選手、石川修太選手らでローテーション。森選手、加山選手、高橋玲選手、モイネロラで勝利の方程式。彼ら以外、7回までの投手で、坂東選手、松本選手、泉選手、杉山選手らが投げる暴力的リリーフ。150キロを超えるだけではなく、決め球、それぞれの武器があって、三振を奪う力があります。 もちろん契約的に2021年でモイネロは一度契約が切れるんですが、ホークスが育成から化けさせました。まあ元々のポテンシャルもエグかったんですが、本当にホークスで今は欠かせない存在になっています。さらに2年目に新人王を獲得した高橋麗選手ら、ま1、あ、軍投手陣にはもう本当にそうそうたるメンバーなんですよね。 カ西選手も2020年一軍の先発として食い込み、中継ぎから先発に回りローテーションを支えました。開幕ローテー最終段階で先発から漏れた松本選手や、開幕当初はファーム中心だった坂東選手や杉山選手。そしてカ西選手らも一軍でアピールすることができ、まあ、本来なら一軍で投げて欲しかった主力の松田選手。2019年、セットアップとして活躍してくれた海野選手や高橋純平選手らの不振と怪我を補いました。柱のモイナロ、高橋玲選手以外でも、塩選手だけでも、今のホークスを支える早々たるメンバーです。そして ファームでも期待の160キロ近い直球を投げる古谷選手や1軍でも経験のある大竹選手150キロ近いサイドのつもり選手直球とフォークのコンビネーションも素晴らしく角度が自慢の C ー選手そして全米ドライチのスチュワートそれぞれ1ゲームあり直球が150キロオーバーの選手がほとんどそれ以外でも大竹選手のように持ち味があります、まあ、2020年期待をしていた大型選手が1軍で定着とらならなかったり、まあ、少し苦しんでいる印象もありますが、まあ、本当に不望株が多く持ち味がありますもちろんそれぞれの選手に課題があり 萱野選手は怪我など一軍となれなかった要因はそれぞれですが誰かが怪我をすればこのメンバーが入ってくるウェスタンでも防御率2.89もちろん広いタマスターということもありますが12軍ともに12球団トップの投手陣それでもさらに抜粋してる選手たちなんですよねなのでもっともっと数はいます、まあ、本当に規格外と言えるんじゃないかなと思います全体を通してソフトバンクの充実度合い12軍ともに半端ないんですロッテも若手投手が1軍を支えており西武も数字では苦しいんですが現状の柱がこの若手世代、まあ、ただ楽天 はは松井選手といいう柱がいるものの、全体的には寂しめ。そしてオリックスは現状の3本柱が12球団で屈指の上にファームでも若手が豊富ただ日本ハムは将来性こそ以前よりも改善も全体では苦しいところですセ・リーグよりパ・リーグは各球団によって差が出ていると言えるんじゃないかなと思います以上が本日の動画でございますご視聴ありがとうございました